今回質問いただく CTX700N と CTX700 っていうのはですね、 CTX コンセプトシリーズの第1弾として登場します。第2弾第3弾があるという意味でございます。乗用域を盛り上げたエンジンの特性、それから乗り手の感覚にマッチした DCT の粛清、それから先ほど紹介しました4つの快適技術、まあ、それらを2000年に投入したモデルが税抜き価格53万9000円でございました。まあ、こちらから 5% 以上と値段も安くするような形で、提案をさせていただきます。もともと日本で生まれたフォルツァコンセプトですね、これを全世界というふうに考えまして、欧州、タイ、北米、それぞれ全世界と同時開発。私はホンダが主催しているフォルツァ SI および CTX700 の発表試乗会に来ています。そして今試乗しているのが、これも期待のニューモデルですね、 CTX700N DCT デュアルクラッチトランスミッション仕様に試乗しています。 CTX700N には大きなボリューム感のあるフロントカウルを持つバリエーションモデル CTX700 も存在するんですけれども、今日試乗できるのはこの CTX700N のみということで、今日はですね、発表試乗会の会場からということで、試乗撮影時間ともに短いんですけれども、ショートレビューということでお届けしたいと思います。基本的な車体構成は NC700 と同様ということなんですけれども、ただクルーザーモデルに仕立てるにあたって、適正なシート高、そしてハンドリングなどを得るためにリアのサスペンションが確か20ミリぐらいですかね、ローダウンされています。また、メインフレームの後ろのシートレールですね、それを新たに作ることによってクルーザーモデルらしい低めのシート高を実現したというモデルになっています。クルーザーらしいどこどことしたパルス感豊かなですね、表情豊かな鼓動感を味わうために、この DCT もこのモデル専用に変速のタイミングなどを変えてあるそうで、そういう意味からすればですね、もしかしたらこの CTX700N の味わいを最も正しくというか適正に味わえるモデルがこの DCT 仕様なのかもしれないですね。今ちょっとしたですね、まあ、田舎道を流す程度で走っているんですけれども、ちょうどエンジンの回転数は2000回転ちょうどぐらいをタコメーターが示しているんですけれども、これぐらいのですね、もうほとんどアイドリングと変わらないような低い回転域でもかなりこう豊かなどこどこ感というか鼓動感、それが味わえるのがよくわかりますね。この2000回転ぐらいからですね、右手をこうパカッと開けると、むやみにキックダウン、シフトダウンすることなく、エンジンはそのままこう回転を上げようとして、よりこう強い鼓動感を伴ったまま加速していくような、ちょっとオーバーかもしれないですけれども、1000cc 以上のもっと大きな排気量の2気筒エンジンを搭載しているような、そんな感覚に満ち溢れていますね。そしてですね、エンジン以外の乗り味なんですけれども、リアのサスペンションのローダウンによって、このクルーザーらしい乗り味を作り上げていると冒頭にご説明しましたけれども、その関係もあって自然にですね、キャスター角が寝ているんですね。なので、NC700X よりも、さらにこういったイージーライディングに向くハンドリングとなっていて、車体をちょっと倒すだけでフロントがスパスパと反応してくれて、自分の目指した方向に曲がれると、そういったハンドリングになっていますね。まあ、今日はですね、こういった田舎道を淡々と走っていますけれども、高速道路を使ったツーリングなどもかなり快適にこなせるんじゃないかなと、そういった感じですね。ステップもいわゆるフォワードコントロール気味ですね、それほど極端ではないんですけれども、かなり前の方にステップが移動されているんですね。これによってライダーのライディングポジションはかなりゆったりとシートの後ろにこうどっかりと腰掛けるような、そういったですね、ライディングポジションになるんですけれども、これによってもですね、このクルーザーらしい味わいが演出されているんだと思います。はい、今日私はフォルツァ SI の発表試乗会に来ています。今日はですね、発表試乗会ということで撮影時間が非常に短いので、ショートインプレッションということでお送りしたいと思います。先ほどですね、技術説明が終わったばかりなんですけれども、振動を低減するためのオレオリンクという機構がフレームに設けられているなど、技術面でもですね、注目ポイントが多い車両となっています。そのオレオリンクの効果なのか、この短い試乗ではなかなかわからないと思うんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、こうして走り始めて思ったのは、確かに振動が恐ろしく少ない車体だなということですね。300cc の
欧州で評判となっているスクーターのエンジンをですね、ボアを縮小してこのエンジンを開発しているんですけれども、エンジンのフィーリングはですね、とてもこう粘っこい回り方をするなという印象ですね。簡単にエンジンが吹き切ってしまうようなこともないので、上質な回転フィールというか高級感あふれるエンジンの回転上昇、そんな感じがしますね。 250cc のスクーターとしては十分にパワフルだと思います。他の交通をリードするような走りも十分可能だと思いますし、このトルクフルなエンジンを生かして淡々とツーリングするような使用方法にもマッチしている味付けになっているなという感じですね。ハンドリングに関してはビッグスクーターとしてはオーソドックスな構成なので、ユニットスイング式を採用しているんですけれども、車体の後部だけにこう重量が配分されているという感覚ではなくて、しっかりと前輪にも荷重が配分されているという感じで、とても乗りやすいなという印象ですね。足回りはですね、どちらかというとややハードな味付けになっているかなという感じですね。試乗車がまだ新しいというせいもあるんでしょうけれども、このフォルツァ SI 実はですね、ワールドワイドモデルとなっていて、排気量は違うんですけれども、海外でも発売予定となっています。そのためですね、道路状況の悪い国にも対応するために耐久性重視の足回りになっているんじゃないかなと思います。そのためですね、もしかしたらちょっと足回りがハードになっているのかなという気がしないでもないですね。それ以外にもですね、このフォルツァ SI 大きな特徴がありまして、それは価格が抑えられているということです。なんとですね、初代のフォルツァよりも確か2万円ぐらいだったと思いますけれども、価格が安いんですね。その価格を実現するために生産はタイで行われているということなんですけれども、国産のスクーターと何ら変わることはない高いクオリティを維持していると思います。発表試乗会の会場から注目のニューモデル、フォルツァ SI のショートレビューをお届けしましたけれども、ぜひですね、皆さんもこのフォルツァ SI 販売店に並ぶような時期になりましたら試乗してみていただければと思います。